はい、コーヒー寒天できました。冷蔵庫で冷やしました。はい、おはようございます。今日はコーヒー寒天作っていきたいと思います。粉寒天ですね。これ水500ミリリットルに寒天1袋入れて火にかけてかき混ぜて煮溶かせばいいということですね。 1,2 分沸騰させればいいと。じゃあこれで作っていきたいと思います。なんかこんな感じですね。これ1本が 250g って書いてありましたんで、まあ多分 250cc かなと。2本で500だからちょうど分量ぴったりですね。これでやっていきます。じゃあコーヒー入れていきます。ちょっと分量より少なめにコーヒー入れます。こんぐらい残してます。多分 50cc ぐらい少なめにやっていきます。火つけました。はい、沸騰してきました。粉寒天ですね、入れます。チャ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 。そしたら2分間沸騰させたまんま、泡だらけになっちゃうけど2分間煮ます。で、コーヒーなんですけど、なんでこれを選んだかっていうと、甘くて有名なコーヒーなんですけど、これは個人の好みで、甘いのが好きだったんでこれ使いました。まあそれぞれ好きなコーヒーでやってみてください。今年はまだ6月ですけど、猛暑になってるんで、冷たく冷やしたコーヒー寒天でうまくできれば美味しく食べられると思います。はい、2分経ちました。一応あと30秒余分に、沸騰させておきたいと思います。はい、2分30秒やってみました。これで火を止めて、なんだこれ、固まっちゃってんな。これ溶けてないね、やばい。うまくドカッと粉を入れすぎたのかな。え、固まってる。あとは大丈夫です。固まりがないのをよく確認します。大丈夫かな。よし、そしたら耐熱ガラス、これ何でもいいと思います。お茶碗でも何でも、ここに入れていきます。余っちゃった。これはちょっと見栄えが悪いですけど、余ったんでダーッと入れちゃいます。はい、これで、すぐ冷蔵庫入れると冷蔵庫の温度上がっちゃうんで、このまま放置して冷えたら冷蔵庫に入れて冷やしていきます。はい、コーヒー寒天できました。冷蔵庫で冷やしました。なんかいい感じにこう表面がプリプリしてる。もう結構弾力ありますね。いい感じにできてると思います。ちなみに大きい器に入れたのもこんな感じです。はい、じゃあ食べてみたいと思います。いただきます。じゃん、お、すごい硬い、エッジが効いてる。こんな感じですごい硬いです。いただきます。うん、うん、味が薄いです。あー、でも美味しいですね、これ。あー、もうちょっとビターなコーヒーを選んでおいた方が良かったかもしれない。まあでもまあまあ美味しいです。今回粉粉末寒天初めて使ったんですけど、
非常に楽ですよね。沸騰してるところに入れて溶かせばこんだけいい寒天ができるんで、ここの箱に書いてある牛乳寒天、今度これ作ってみようかなと思ってます。まあコーヒー寒天もそこそこ美味しいんで、やってみて、ああでもちょっと味薄いかな、もっと味が濃い缶コーヒーを使えばいい感じになってくるんだと思います。ということで今日はコーヒー寒天作ってみました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバーイ。